出会い。淑徳大学は福祉の大学ということを聞いていて、すごく小さい頃から福祉とかボランティアというものに興味があったので、それからあと特別支援にすごい力を入れているので淑徳大学を選びました。千葉県内の特別支援学校に就職します。養護学校にいた時に、その障害がありながらも一生懸命楽しそうに学ぼうとする子どもたちと一緒に私もこう学んだり楽しくできたらいいなと思ったからです。実習は教育実習で中学校とそれから特別支援学校に実習をさせていただいたんですけど、やはりこう机の上だけで学んでることじゃなくて、実際に先生方とお話ししたり子どもたちと一緒にお話しする中でこう学べることだったり、それからコミュニケーションの大切さっていうのをすごく学びました。今のゼミの先生とは入学した時からすごくお世話になっていて、もうその先生がいたからこそ特別支援学校の教員っていうのもこう目指せたと思いますし、教員に合格できたっていうのもその先生がいつもこうあなたなら大丈夫っていうことを言ってくれたので、すごくその先生との出会いには感謝しています。先生方にはすごく協力していただいたり、それから先輩方、今実際に現役で働いている先生がこう先輩方でいるので来ていただいて、一緒に授業をやってもらったり見てもらったりしたことはすごくためになっています。どうしてもなんかこうかっこよく見せようとしちゃって、なかなか自分を見せられない時があって、それをもう的確に先生方から言われた時にはもうすごい悔しくって落ち込んだりもしたんですけど、やはり自分を出すっていうことが大切だっていうことを教えていただいたので、すごくそれも自分の力になりました。どんな時もやっぱり子どもたちと一緒に楽しめる先生でありたいなと思います。